中山義隆は日本の教育者。創業大学学長、君が淵学園理事長。熊本県下町機郡小川町に生まれる。1945年、理立熊本工業、専門学校教員養成電気工学科を卒業する。1949年、私塾くんが淵電波塾を創立。1961年、学校法人君が ふち学園を設立し理事長に、同年くんが、ふち電波工業高等学校を開校し、初代校長に就任する。以降同校を発展させ、1967年、熊本工業大学を設立、学長に就任する。1978年、文徳学園理事長を兼任。1988年、日本私立大学協会理事となり、常務理事、 九州支部長を経て、1995年から日本私立大学協会副会長。2000年、熊本工業大学を総業大学に改称する。2003年、熊本市の病院で死去。79歳、米国国際大学工学博士。主な著書に基礎電子館、テレビジョン学交流理論などがある。1992年の 第16回参議院議員通常選挙で、熊本県選挙区から無所属で立候補したが、落選した。小川町市編参委員会編参、小川町市小川町役場、1979年、日外アソシエーツ、熊本県人物、人材情報リスト2007。ありがとうございます。